青木仙親、青木信地下、青木のりち九1982年1月5日体は、宮崎県日光市出身のプロ野球選手、外野手、右投げ左だ。愛称はノリ、東京ヤクルトスワローズ所属。NPB 史上二人目のシーズン200、アンダ達成者及び、NPB 史上唯一の二度のシーズン200、アンダ達成者であり、 NPB 歴代4位のシーズンアンダ記録209アンダを保持する、いずれもシーズン終了時点。2018年現在、NPB 歴代最高通算打率を誇る。妻は、元テレビ、東京アナウンサーフリーアナウンサーの青木幸、旧姓、大竹、二児の父。日向市立日夜小学校に入学した後に1年生児から、正式に、 全日地やスポーツ少年団の一員となり、6年生時には、投手として、県大会優勝を果たす。しかし、日向市立富島中学校ではチームが、それほど強くなく、県大会の上位進出は果たせなかった。宮崎県立日向高等学校では2年生時から、エースとなり、3年生時の春季九州大会では、県予選を勝ち抜くが、2回戦で、 東海大五校に9回裏サヨナラ負け。同年夏の宮崎大会は準々決勝で、高尚校に敗れた。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科に、指定校推薦で進学。本人は、とにかく勉強するよりなかったと語っている。高校時代に肩を壊したため、大学では野手へ転校した。あ、壮大の同期には、鳥谷隆氷ヒカトシ田慎太郎。 一学年上には、和田武志。一学年下には、田中博康。二学年下には、竹内新一、落ち大輔がおり、あとに六人全員が、プロ入りした、強力打線。一番、田中。二番、青木。三番、鳥谷。四番、ヒカ。五番、竹内。六番、ゆでんで、チャンスメーカーとして活躍し、早稲田大学野球部史上初のリーグ戦四連覇に、 貢献している。の3年春の東京大学1回戦では5打数5、アンダゴ打点1支球の活躍で1試合6得点という6大学野球記録を達成した。同年の東京6大学野球周期リーグ戦では打率436で首位打者のタイトルを獲得した。同リーグにおいてベストナインを3回受賞している。 通算58試合出場で190打数63、アンダー、打率、332、で本類打20打点。11月19日に行われた2003年のドラフト会議でヤクルトスワローズから4巡目指名を受け、入団した。背番号は、23。ワイチ軍での出場は10試合に終わったものの、2軍では打率、372で、 イースタンリーグ主打者と最高出塁率を獲得。リーグ2位の21盗塁を記録した。同年のフレッシュオールスターゲームでは MVP を獲得した。は、稲葉厚敷の遺跡により手薄になった外野で争いで対等。開幕から中堅守としてレギュラーに定着。2番を打っていた序盤は低打率で三振を量産していたが、徐々に安打が出始め。 6月からは1番に定着した。10月6日にはセリーグ記録の192アンダーを更新。10月11日、一郎以来史上2人目となるシーズン200アンダーを達成。最終的には210アンダーに届かなかったものの、プロ野球新記録のシーズン169単打を記録するなど、202アンダーを放って最多アンダー打率。344でセリーグ集打者。 新人王にも選出された。開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では、中堅守として6試合に出場して、優勝に貢献。シーズンでは7月21日に行われた、オールスターゲームの第1戦目、明治神宮野球場では MVP を獲得。 フレッシュオールスター MVP 経験者によるオールスター MVP 受賞は、ミノ田浩二、阪急、石井朗、近鉄以来となる3人目。翌日にも、藤本厚志、阪神タイガースが MVP を受賞し、4人目のダブル受賞者となっている。オールスター第一戦目で MVP を獲得した際は、松坂大輔から先頭打者安打、2等成功後に3等失敗。 平凡な右翼フライを落球、吉井正人から本塁打を打つなどした。2006年1月1日に放送されたスポーツマンナンバー1決定戦のショットガンタッチで世界新記録となる13メートル60センチメートルを記録。パワーホースでもナンバー1を獲得し、総合3位に輝いた。シーズンでは首位打者こそ逃したものの、両、 リーグトップの192安打を放ち2年連続の最多安打のタイトルを獲得。課題であった三振が減少、地球が増加し、本類打や打点、出塁率も大幅に向上した。得点圏打率399はリーグトップ。また、41盗塁を記録して赤星の利ヒの6年連続を阻止し、自身初の盗塁王を受賞した。 7月10日に出場373試合目での史上最速500本安打を達成。チームメイトのアレックス・ラミレスとはシーズン終盤までハイレベルな首位打者争いを繰り広げリーグ4位の84級と警戒されたが打率346で2度目の首位打者と初の最高出塁率のタイトルを獲得。安打数は リーグ1位のラミレスの204安打に次ぐ193安打を記録。2005年に記録した自身のセリーグシーズン最多安打記録20、202安打はラミレスに抜かれた。また3年連続100得点以上となる114得点でリーグ最多得点を記録。本塁打も20本の大台に乗せ、長打率は初めて5割を超えた。 2番が、ギダの少ないアダム・リグスから、ギダの多い田中広安に変わったことにより出塁後に、ギダによる、進塁のパターンが増えたため、投塁数は41から17と激減した。前年まで3番だった、岩村秋則の遺跡や、春足の飯原誉氏の台頭などで、シーズン中は1番だけでなく2番3番での起用も、多かった。古田敦也の引退試合では、古田の前の4番を打った。 オフには足の回転を速くする新たなバッティングフォームに変えている。5月5日に脇腹中で初の怪我による登録抹消を経験するが5月29日に復帰後は着実に安打を積み重ね例年以上の高打率を記録。同じく杉村修玄の指導を受けた経験のある内川誠一と共に首位打者争いを繰り広げた。 シーズン途中の8月には宮本信也と共に北京オリンピックの野球日本代表に選出された。西部から移籍した福地久崎が一番打者として定着したため、シーズンでは主に三番打者として起用。得点兼打率が前年より下がり、首位打者、最高出塁率も内川に譲ったものの、自己最高の打率、347を記録。規定打席到達者で、 リーグ最小の47三振と安定感を見せ、チームでは、通るよに輝いた福地に次ぐ31盗塁も、記録した。開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では左翼を本職とする選手がいない、チーム事情から、 経験の少ない最悪手を中心に出場するも、堅実な守備を披露。3番打者として全試合に出場し、37打数12、安打、打率。324.0本塁が、7打点の好成績で、大会ベストナインに選出された。3月26日、WBC の活躍により、宮崎県知事の東国丸秀夫から、宮崎県民栄誉賞を授与された。 シーズンでは体を痛め調整がうまくできなかった影響でレギュラー定着以降では初めての大不振に陥り前半戦を通した打率は249と大きく低迷さらに怠慢マン守備も指摘され一時期は福地との配置転換で左翼手に回される口実など苦しんだ不振にあえぐ中ファン投票でオールスターゲームに4年連続で選出され 1> 第1戦では9回に、武田久志から逆転に乱本塁打を放って、自身2度目のオールスター MVP を獲得。そして、オールスター明けの後半戦からバットを変えるなどの、試行錯誤を繰り返した結果、打率4割台と復活を見せ、4番を務めるなど、チーム3年ぶりの A クラスの確保、クライマックスシリーズ出場に貢献した。打率は30、303と3割以上を保ち、 前年苦手としていた得点兼打率も307を記録し出塁率400で自身2度目の最高出塁率のタイトルを獲得したクライマックスシリーズでも打点を記録するなど活躍したが3点差の西一二塁の場面で岩瀬ひとのりの前に空振り三振を起死したシーズン終了後にテレビ東京のアナウンサー青木幸、旧星、大竹と結婚し 11月5日に痛みの原因だった両足首三角骨を摘出するために手を受けた。球団から背番号1への変更を打診され続けていたが、ヤクルトの背番号1番はこれまで若松勤、池山龍館、岩村明徳といった生え抜きスターが背負ってきた名誉、ある背番号である他、青木本人が時期尚早と誇示し続けていた。しかし、12月3日、 和歌松の殿堂入りを祝う会に出席したことをきっかけに2010年から背番号1を背負うことを決意した。は、監督代行の小川厚史によって3番固定だった。打順から再び1番固定に戻ると、例年よりハイペースで安打を重ね、日本プロ野球史上初となる2度目のシーズン200、アンを達成、最終的には2005年記録した200にアンを更新し、 歴代3位となる209安打を放った。また、自己最高の打率3585を記録し、自身3度目となる首位打者を獲得すると同時に、若松務の持つシーズン打率3583の球団記録を更新。この年は、出塁率アップスにおいても自己最高の数字を記録した。は、全試合に出場したが、この年より導入された。 統一級の影響からか、シーズン当初より不調が続いた。最終的に安打数こそ、セリーグ2位の170本を記録したが打率は、292に終わり、6年連続で継続していた、シーズン打率3割の記録が途切れた。この年までの日本での通算打率は、329だが、通算4000打数以上が条件である、通算打率へのランクインには100打数足りない。 10月28日に第一子である長女が誕生。11月10日にはポスティングシステムを行使してのメジャー挑戦を表明。12月18日に250万ドルでミルウォーキーブルワーズが交渉権を得たことが発表された。1月にアリゾナ州の球団施設でワークアウトを受け、球団首脳のプレイチェックを受けた。17日に交渉がまとまり、 総額250万ドルの2年契約。3年目は年俸190万ドルの球団オプションでブルワーへの入団が決定。背番号は7。それまで付けていた背番号1はコーリーハートが23はリッキー・ウィークスがそれぞれ付けていたため、それ以外の空き番号から選ぶ必要があった。スプリングトレーニングでは27試合の出場で打率。299。 一本塁打、九打点、アップス、801を残し、スプリングトレーニング参加選手最多の四三塁打を記録。4月6日のセントルイスカージナルス戦の5回に、代打でメジャーデビュー。ハイメガルシアと対戦し、一打数無安打に終わった。20日のコロラドロッキーズ戦では、メジャー初本塁打かつ、プロイリアと初となる、ランニング本塁打を記録。 4月は主に代打や守備固め要員として起用されたが、5月から先発での起用が増え、5月下旬からスタメンに定着。6月7日のシカゴカブス戦では、日本人初となるサヨナラ本塁打を含む1試合に本塁打を記録した。前半戦は77試合の出場で打率。301、5本塁打、アップス、818、11盗塁の成績を残し、 日本人選手としては、一郎以来となる打率三割での折り返しを達成。後半戦当初は、無安打が続き、7月は打率、262終わるが、20試合連続出塁を記録するなど、出塁率は、342を記録。8月以降は復調し、9月28日の、新シナティレッツ戦では15本塁打を含む、ベジー遺跡後初の三長打を記録し、 日本人ルーキー史上3人目の2桁本塁打、2桁投塁を達成。10月2日のサンディエゴパドレス戦で、日本人ルーキーでは、一郎以来となる30投塁に到達。後半戦は74試合の出場で打率。278、5本塁打、アップス、763、19投塁を記録。日本人史上8人目の規定打席に到達し、 シーズン通算では打率、288、ナリーグのルーキー中4位の出塁率、355、同7位タイの10本類が、同1位の30盗塁などを記録し、新人王の投票では5位であった。1番打者としての出塁率、353は、リーグ2位だった。は、開幕から1番、右翼手として、スタメン起用され、 開幕戦となった4月1日のコロラドロッキーズ戦では日本人史上4人目となる開幕戦での本塁打を記録。4月は打率250に終わるが5月は14試合でマルチ安打を記録し打率343と復調する。6月5日のオークランドアスレチックス戦で NPB、MLB 通算1500安打に到達。 5月25日のピッツバーグパイレーツ戦の第3打席から6月10日のマイアミ・マーリンズ戦の第1打席まで球団体記録となる72打席連続無三振を記録。19日には育休リスト入りし、第2子となる長男の誕生に立ち会う。7月8日のレッズ戦でシーズン100安打に到達した。前半戦は88試合の出場で打率29。294。 4本類が出塁率360、10盗塁の成績を残す。28日のロッキーズ戦で NPB、NP MLB 通算百0 0本類打に到達。8月10日のシアトルマリナーズ戦では岩隈久さとメジャー一席後発対戦するが4打、無安打を喫する。9月7日のカブス戦ではヤクルト時代のチームメイトの林床優から安打を放ち。 シーズン150安打に到達。後半戦は66試合の出場で打率。276、4本塁打、出塁率。350、10盗塁を記録し、シーズン通算では、最終的に155試合の出場で打率。286、8本塁打、出塁率。356、リーグ11位の20盗塁の成績を残し、 三振率5.9%は両リーグで最も少なく140本のンナはリーグ最多であった。シーズン終了後には全米野球記者協会ミル・ォーキー支部の会員投票によりブランドン・キンツラーと共にチームのアンサン・ヒーロー・エンロシタの力持ちに選ばれる。10月29日にチームが翌年の契約オプションを行使。 2013年12月5日に、ウィル・スミスとのトレードで、カンザス式ロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズでは、東京ヤクルト入団時と同じ、背番号23を着用することが12月10日に決定し、登録名は、ノリチカ・アオキから、ノリ・アオキへ変更された。は、開幕から一番、右翼手として、スタメン起用される。 4月26日のボルチモアオリオールズ戦では、チェンウェインとメジャー遺跡後初対戦。6月10日のニューヨークヤンキース戦では、黒田裕樹とメジャー遺跡後初対戦する。5月下旬から支給による腕や足の痛みに苦しみ、5日のカージナルス戦では、ヤディアー・モリーナの投手への返しが、頭部に当たることもあった。6月17日のデトロイト・タイガース戦では、 左足を痛め途中交代し、21日に軽度の肉離れと診断されて、メジャー移籍後発の故障者リスト入りする。後半戦から復帰する予定だったが、アレックス・ゴードンの故障に伴い7月11日に復帰する。前半戦は69試合の出場で打率、260本類打なし、出塁率、328、7投塁の成績で折り返す。 7月24日のクリーブランド・インディアンス戦では、プロイリアと初の指名打者として出場し、延長14回にサヨナラアンダを記録。8月5日のアリゾナ・ダイヤモンド・バックス戦では、ロイヤルズ遺跡後初本塁打となる、満塁本塁打を記録。14日のアスレチックス戦では、NPB、MLB 通算500打点を記録。8月24日までは、シーズン通算打率。 261、出塁率。330を喫し、この月、絶好調だったジャロットダイソンの起用に伴い、出場のない日もあった。しかし27日のミネソタツインズ戦から9月3日のテキサス・レンジャーズ戦まで6試合連続アンダを記録してからは復調。15日にはこの日から3連戦となった、シカゴ・ホワイトソックス戦で4安打を6し、 翌日の第2戦でも4安打を記録。さらに翌々日の第3戦でも、クリス・セールから3安打を放ち、ジョージ・ブレッドが持つ3連戦での9団安打記録を更新。15日からの1週間で14安打、長打3本、打率、636などと活躍して、週間 MVP 受賞が期待されたが、実際の受賞者は、先発投手として2勝0敗などを記録した。 コーリー・クルーバーであった。9月は打率。379と絶好調で、後半戦は61試合の出場で打率。317、1本塁打、出塁率。377、10盗塁の成績を残す。シーズントータルでは、故障の影響もあって打撃面では、メジャー調整後最低の成績、盗塁数も最低の17に止まったが、 守備面では初めてデフでプラス0.2になった。チームは一勝差で地区優勝には届かなかったが、ワイルドカードを獲得し、29年ぶりのポストシーズン進出を果たした。オークランドアスレチックスとのワイルドカードゲームでポストシーズン初出場。9回に同点儀比を放ち、チームは延長12回で勝利。 ロサンゼルス・エンゼルスとのディビジョンシリーズ第一戦でポストシーズン初安打を記録。第三戦ではのフランク・ホワイトとジョージ・ブレッドに次ぐ、球団史上3人目のポストシーズン全打席でを記録し、チームも3連勝でシリーズを突破する。ボルチモア・オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズも4連勝で突破し、チームのポストシーズン8連勝はメジャー歴代最長記録となった。 サンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズでは、第1戦は1から7で敗れチームの連勝が止まる。チームは、第2戦で29年ぶりとなる、ワールドシリーズ初勝利を挙げるが、2試合連続、無安打で、第3戦から先発を外れ風も発症。第4戦では、代打で出場するも閉札打起喫し、第5戦でも先発を外れ守備のみの途中出場に、終わる。 第6戦で先発に復帰。2打席目で、ワールドシリーズ初安打となる敵地打を放ち、チームも10から0で勝利し3勝3敗となる。第7戦も先発出場するが3打数無安打を、喫し、チームも2から3で敗れシーズンを終えた。ポストシーズン通算成績は41打数8、安打で打率。195、出塁率。292、 アップス487特にワールドシリーズでは14打数1安打で打率071と制裁を書いたシーズン終了後に FA となった1月19日に年俸470万ドル出来高の単年契約翌年の契約は年俸550万ドルの球団オプションでサンフランシスコジャイアンツと契約を結んだはロイヤルズ時代と同じ 23で、ベンチコーチのが着用していた背番号を譲ってもらう、形となった。開幕から1番、左翼手として、スタメン起用され、開幕から9試合連続安打を記録。5月25日から27日のブルワンズ戦では3試合で、9安打を記録し、28日のアトランタ・ブレーブス戦まで自己最長となる5戦、連続マルチ安打を記録。 6月は11日のニューヨークメッツ戦まで8試合連続安打を記録し、20日までにリーグ5位の打率、317を記録。オールスターファン投票の中間発表でも外野手、部門4位に位置付けるほど好調を維持していたが、20日のロサンゼルスドジャース戦で右足に支球を受け右足飛骨を骨折し、21日に故障者リストに登録された。7月21日に、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツにリハビリ登録され、その後メジャーに復帰。8月9日、シカゴカブス戦で、ジェイクアリエータから頭部に支給を受け途中交代。12日のヒューストンアストロズ戦で復帰したが、4回が終わったところで、めまいの症状を訴え、5回の守備からベンチに退いた。7日間の故障者リスト入りを経て20日に復帰したものの、 その日から5試合連続で三振をキスするなど調子を落とした。そのまま試合に出続けていたが、打率は頭部支給前の302から287にまで急降下した。9月5日、練習前に脳振動のような症状が再発したためスタメンを外れた。その後、数週間のリハビリが必要と診断され休養。シーズン中の復帰を目指していたが、 そのままシーズンを終えた。最終的に MLB 挑戦後初めて規定打席に到達できなかった。11月4日に球団が契約オプションを行使せず FA となった。2015年12月3日にシアトルマリナーズと1年契約2017年の総合オプション付きを結んだ。背番号は8。同チームで岩隈久志とチームメイトとなる。 は、開幕から不振に陥り、4月の月間打率が、200ごとで遅れた。5月は月間、284と持ち直したが、6月は再び不調で、6月24日に、トリプル a 級タコマ0ニアーズへ、降格となった。降格までの成績は、MLB 挑戦後ワーストとなる打率、247。 アップス636特にこれまでのシーズンで得意にしていた対左投手との対戦成績が打率177と苦しんだ降格の理由の一つとして監督のスコットサーバイスもこの点を指摘しているトリプル A 級では打率369と結果を残し約1ヶ月後の7月21日に最昇格復帰後は主に相手先発が 右投手の時に先発起用され、打率、316と好調だったが、直近の対戦投手に、左投手が集中するという理由で8月27日に、再降格。9月6日に再昇格すると、20試合の出場で、打率37、379、3本塁打を放つなど復調。チームのポストシーズン争いに貢献した。シーズントータルでは、 規定打席には届かず、メジャー5年間で、打率、出塁率は、キャリアワースト。守備面でもレフト、センターの守備で、DRS-4、ザー、150から8.0を記録した。総類面では盗塁成功率、438、7盗塁9盗塁死に、建成死も目立ち、守備総類に精細を書き、総合指標は、フワーでプラス1.2、 ルーハーで1.5だった。2016年11月3日にウェーバー工事を経てアストロズへ移籍した。この時点では保有権がマリラーズからアストロズに移っただけであり、青木は年俸調停権を持っているため、2017年の契約は確定していなかった。11月30日にアストロズと1年550万ドルで契約した。背番号は3。 12月21日に第4回 WBC の日本代表に選出され、2大会ぶり3度目の選出となり、神宮球場で記者会見を行った。開幕前の3月に選出されていた WBC に参加。シーズンでは6月11日の対、ロサンゼルス・エンゼルス戦、ヒューストン・ミニッツ・メイド・パークで、日本人選手で史上7人目となる NPB。 MLB 通算200本安打を達成した。6回の第3打席、無視から左前安打を放っての達成だった。6月30日のタイアンキース戦、ヒューストンミニッツメイド・パークで、投手メジャー初登板、NPB 時代も含めジプロ初。9回の1イニングを投げ、3失点を喫した。日本人野手の登板は2015年の一郎以来の2人目。 2017年7月31日にフランシスコリリアーノとの交換トレードでテオスカー・ヘルナンデスと共にトロントブルージェイズに移籍した。背番号はヤクルト、ロイヤルズ、ジャイアンツ時代と同じ23。8月4日のフルス・アストロズ戦の9回に代打で出場し移籍後初出場となった。8月6日のアストロズ戦で8番最悪手で先発出場し、 7回表の第3打席で第3号本塁打を打ち、移籍後初安打が本塁打となった。移籍後の成績は12試合の出場で打率。281、3本塁打、8打点であったが、8月28日にブレッド・アンダーソンをメジャーに昇格させる方針となったため、リーフとなった。翌29日に自由契約となった。 ブルージーズに在籍した期間は1ヶ月に満たなかった。2017年9月2日にニューヨークメッツと契約を結んだ。背番号は11。同日のフルス・アストロズ戦で1番、右翼手で先発し、移籍後初出場、5打数1安打であった。これで、所属球団数が7となりのも秀夫と並んで、日本人選手最多体となった。また、MLB の 両リーグ全地区に所属した初めての日本人選手となった。なお、同チームの監督は青木がヤクルト在籍時2007年から2008年の間、オリックスで指揮を取ったテリー・コリンズである。シーズン終了後の10月30日に自由契約となった。2018年2月6日、フルスヤクルトへの復帰会見を行った。背番号は、 第一次在籍時に背負っていた23。契約内容は3連総額10億円。金額は推定。開幕戦の横浜 DNA 戦、横浜スタジアムに4番、中堅でスタメン出場し、1打席目に肘に支給を受けたが、5打席目で日本復帰後初安打を放った。同年5月3日の対中日ドラゴンズ6回戦、明治神宮野球場の第4打席で、 NPB 通算打率記録の対象となる4000打数に到達。この時点の通算打率が328となり、1977年から1987年まで NPB でプレーしたレロンリーの320を抜き NPB の通算打率ランキングで1位になった。リー以外の選手が通算打率ランキングの1位になったのは1989年の 落合博光、当時中日ドラゴンズ2007年の小笠原道博、当時、読売ジャイアンツに続く3例目、6月14日の交流戦、西部戦、メットライフドームでは1回表に、史上9人目の初回戦等だ、ランニング本塁打を打ち、36歳5ヶ月での達成は、木村勤、近鉄の35歳8ヶ月を62年ぶりに更新する最年長記録となった。 6月30日の阪神戦で、岩貞雄太から頭部に指揮を受けて退場した。その後試合を欠場して、様子を見たが、脳震盪の症状が発生したため、登録抹消された。精神的支柱としてもチームを牽引する中で、開幕当初は打撃のアジャストに苦しみ、4番以外にも1番、3番の打順をこなすなど起用も一定しなかったが、 交流戦頃から2番打者に定着すると状態を上げて最下位に沈んでいったチーム浮上の原動力になる。最終的に打率327アップス884をマークしチームの CS 進出前年の再開から2位への躍進に大きく貢献した。日本プロ野球では通算打率3292018年終了時点で歴代1位を 記録、首位打者を3度獲得。アンダを量産することから、アンダ製造機と称される。メジャーリーグのスカウトからは、MLB 以外でプレーしている選手の中で、最高の選手。めっきり少なくなった理想的なリードオフマン、パワー以外のすべてを兼ね備える。コンタクト能力に秀でており、2番打者として、理想的な選手と評されていた。卓越したミート感覚でを量産し、 ツーストライク後の打率は2007年には9回1位、2010年にもリーグ1位を記録。強く振ることを心がけ本類打数が前年から10本、増加した2006年からは2桁類打を記録する、長打力も備えた。プロ入り当初は、左投手を苦手としていたが、2005年から2011年に、かけては、右投手に対し打率。327、左投手に対し打率。 333と左右の違いを苦にしなくなった。MLB 挑戦後の2013年から2015年にかけては、毎年打率330以上を記録し、対比狩りを得意とするようになっている。10打数に1個以上の割合で死球を選ぶ、選球眼も備え、2007年から2010年まで4年連続で、出塁率4割以上を記録した。メジャーリーグ移籍後も、 三振率で、両、リーグトップを記録し、ブルワーズ時代に監督を務めていたロンレニキーから、添付の才を持っている。あんなに手と目をうまく連動させる選手は、これまで見たことがないと絶賛された。打撃フォームは、例年マイナーチェンジしており、打てない時期が続くとき、元に戻せるなら問題は簡単です。なかなかそうはいかないから、逆にフォームをちょっとずつ切り替えていくこと出てない時期を、 短くできるといい、何通りかの打撃フォームを状態によって使い分ける。守備では、ジャイアン追跡後は、第2回 WBC でも経験した、左翼士として起用されている。ブルワーズ時代とロイヤルズ時代は主に右翼士として起用され、2014年まで右翼士として、DRS13、ザー12.9を記録。外野守備では、 補給経路の取り方の不安定さとフェンス際の飛球処理に難があることが指摘されているが、スピードを活かした守備範囲の広さが高く評価されている。ヤクルト時代にはメジャーのスカウトから肩は20から80段階で45、やや平均未満。リフトが向いていると評されるなど肩は特別強いわけではないものの正確な送球を持ち味としている。一方で、 ファングラフスにおけるデフ指標では2012年から2017年の合計でマイナス18.0としており平均以下となっていたもののザー150指標では2012年から2017年の合計で年平均2.5としており平均以上となっているヤクルト時代は中堅士として起用され2006年2007年と2年連続で307冊以上を記録 セリーグ1位し、ゴールデングラブ賞に選出された。2008年には、切策を減らしリーグ1位の守備率、996を記録。2005年から2009年までは関や RF で、リーグトップ3に入っていたが、2010年は、右翼方向の打球の処理が悪く、ザーマイナス6.3と平均を下回り、切策や記録に残らない雑なプレーを見せることもあった。 2009年には監督の高田茂から守備の怠慢さを指摘されており、特に2009年7月30日の広島東洋カーアップ戦での中堅守備は田中博康が引いた打球に対するカバーを怠ったことで東で明広の二類進類を許した記録は田中の失策ことを試合後に厳しく叱責され、翌日から数試合、左翼手の福地久樹とポジションを入れ替えられたことがあった。 複数ポジションをこなせるようにとの当時の監督の古田、敦也の方針で2006年に1試合、8月19日だけ二類種として起用されることもある。総塁面ではコンスタントに一類到達4秒を切り、バントアンダ時には3.68秒を記録。2006年に投塁王を獲得している。投塁成功率は NPB 通算7割6分を記録している。 メジャー移籍後は2014年までの通算7割と成功率が落ち、メジャー通算69%、また、ロイヤルズ時代はメジャーグッシュの瞬足として知られるジャロットダイソンの存在もあり、試合終盤にはダイソーを送られることもあった。2018年度シーズン終了時点、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。